1952年にスコットランドに建造された記念碑第二次世界大戦中に活動したブリティッシュコマンドスに捧げられたコマンド部隊コマンドあるいはコマンドをまたはコマンドーは軍隊における特殊部隊精鋭部隊の名称としてしばしば使われる用語であるコマンド部隊という言葉に明確な定義はない NB1 がその名称の起源となった ブリティッシュコマンドスに習い、奇襲や広報格乱、偵察などを目的に、比較的小規模な戦力を運用する特殊部隊を指すことが多い。アメリカ合衆国旧陸軍省が1942年に作成したブリティッシュコマンドスに関する資料では、その一時的任務について襲撃を実施することであり、またそのために厳しい特別の訓練を受けることとして、 襲撃のためには小規模な偵察隊からより多人数の部隊まで様々な規模の編成が行われるとしている。また、ここで言う、襲撃は敵施設の破壊や情報の確保を目的とする行動である。二次的任務については、1、上陸部隊を援護するため、精鋭部隊、または突撃不評として共闘法確保、維持すること、に 各種作戦のために特別訓練された能力を発揮することとしている。コマンドという言葉が特殊部隊という意味合いで使われたのは第二次世界大戦中にイギリスのウィンストン・チャーチル首相が新設の特殊部隊をコマンドと命名したことが始まりである。かつて従軍記者として防和戦争に参加したチャーチルは防和軍の捕虜となったがその際にコマンドと呼ばれる。 防和軍の小規模な義勇騎兵部隊の活動を目の当たりにした。この部隊は土地勘を活かし、イギリス軍に対してヒットエンドラン戦法で奇襲攻撃を行っていた。やがてチャーチルはこうした特殊部隊及び特殊作戦に強い関心を抱くようになり、自らが創設に携わった新たな特殊部隊にコマンドの名前を用いたのである。また、 特殊部隊の発案者であるダドリー・クラーク、陸軍中佐が南アフリカ出身であったことも一因である。防ア軍コマンドの語源をたどれば、オランダ植民地支配下の南部アフリカ語で、部族対立の際に、部族の中で、コマンド、式つまり、式系統における一部隊を結成したことに由来する。欧米語において、コマンドとは一部隊の名称でもある。 第二次防衛戦争当時の1900年において、防衛軍が動員した7万5千人のオランダ系、白人コマンドがゲリラ戦により、イギリス軍45万人を効果的に引き付けたとされている。コマンドの派生語として、ズボンの下に何も履いていない状態を指すスラングとして、ゴーイングコマンドを、または単に、コマンドが使われることがある。語源には、諸説あるが、一説として、 アメリカのコマンド部隊で選択の手間を省くためパンツを履かない習慣が広まったことから言われるようになったとされるブリティッシュコマンドスも参照コマンドの名を冠された特殊部隊が初めて創設されたのは1940年のイギリスだった当時のイギリスはフランスに侵攻したドイツ軍と対決すべく欧州大陸に派兵をしていたのだが電撃戦によって 大敗北を喫し、ダンケルクの戦いによって、過労じた兵員を、イギリス本土に撤収させるのが、精一杯というありさまだった。このような記録的敗北は、受け入れがたいもので、イギリス陸軍は一時的に、呆然自失の状態となった。そこで、当時イギリス陸軍参謀総長、ジョンディル大将の副官だったダドリー・クラーク中佐は、ドイツ軍に対抗すべく、 ゲリラ戦を展開する部隊を構想した。クラーク中佐がこのタイプの部隊創設を思いついたのは、ダンケルクの撤退によって、多くの兵器類を大陸に破棄せざるを得なかったからである。つまり、武器がない状態では、圧倒的優位を誇るドイツ軍を正面から撃破することは不可能で、代役として、携帯か器のみを装備したゲリラ部隊による奇襲戦以外の選択肢がなかったのだ。 クラークがこのアイデアを思いついたのは、ダンケルク撤退戦の最終日に当たる1940年6月4日で、上司のディル大将には、翌日の6月5日に計画案を提出した。ディル大将は、さらに翌日の6月6日に、当時イギリスの首相だったウィンストン・チャーチルに、計画案を提出し、6月8日には、クラーク中佐に計画案の承認が伝えられた。驚くべきことに、 コマンド部隊の創設は、たったの4日間で決定されたことになる。チャーチルからの条件は、イギリス本土をドイツ軍から防衛する部隊は使用できないことと、同様の理由からカキ類の装備は最低限で済ませることの2点のみだったと言われている。チャーチル自身が書き残したメモによると、この部隊の兵員は、志願兵を選抜して編成され、トンプソンサブマシンガンや手榴弾で武装され、 オートバイや走行車で移動するとされている。この新しい部隊には、ボーア戦争時代に活躍した、ボーア軍の故障だったコマンドが関されることになったが、実際の部隊編成は18世紀に活躍した、レンジャーを手本にしたとされる。このため、コマンドは、四願兵選抜制で、三人の将校に47人の歌手官と兵士で一個部隊が編成されるという、 当時のイギリス軍としては極めて異質なものとなった。こうして、促成で編成されたコマンド部隊は、1940年の6月23日から翌日にかけて初めての作戦を実施した。フランス北部のブローニュー地区に奇襲上陸作戦を行ったのである。しかし、死傷者こそいなかったものの、その成果は見るべきものがなく、チャーチルからの不況を買った。 最初の作戦が不守備に終わった後、コマンド部隊は長期間かけて再編成されることになった。2回目の作戦が実施されたのは1941年2月21日で、目標はノルウェーのロホーテ天諸島だった。奇襲は成功し、作戦を撮影した映像がイギリスで公開され、大きな宣伝効果を生んだ。当時のイギリス軍は、 ドイツ軍に対して全く良いところがなかったので、このような小規模部隊による奇襲攻撃の成功が戦意効用に利用されたのである。アメリカはイギリスに触発され陸軍レンジャーや悪魔の旅団の異名で知られる第一特殊任務部隊を創設する。陸軍レンジャーはイギリス軍のコマンド特殊訓練施設で訓練を受け、ウイジンもイギリス軍コマンドの指揮下で活動した。 第一特殊任務部隊も、半数は、イギリス軍式訓練を受けたイギリス連邦自治領、カナダ軍将兵で構成された。一方、ナチスドイツではコマンドに苦しみ、アドルフ・ヒトラーがコマンドを軍人ではなく、テロリストとして、即処刑する、コマンド指令を発令する。一方で、国防軍情報部直属のブランデンブルクや、オットースコルチェニー指揮下の、 第500に SS 両兵大隊を創設するなど、特殊部隊にも力を入れた。しかし、現地指揮官に事実上作戦の全権を委ね、極めて大きな自由裁量権を与える、コマンド部隊は、将兵に、というより、国民すべてに絶対的な統制を指揮絶対的な、服従を要求していた。そして、戦局の悪化とともにその傾向をさらに強めていた。 ナチスドイツの国勢そのものに反する存在であり、米軍コマンド部隊ほどの独自の活躍は見られなかった。ブランデンブルクは戦局の悪化とともに正規軍に編入されて消耗し、第 502SS 両兵大隊も相当の側近、スコルチェニーの士兵程度の存在で終わった。また、大日本帝国やソ連といった他の全体主義国家においてもコマンド部隊の 必要性は認識されていたが、やはり、その規模や活動は主に指揮統率面で制限され、有効な運用をされていない。第二次世界大戦後、特に、ベトナム戦争以後は、少数の将兵からなる、小さな戦闘単位の現地指揮官に、大幅な自由裁量権を与える運用が一般化し、いわば、軍全体のコマンド部隊化が進んでいる。また、各国で、さらなる少数精鋭として、 特殊部隊や緊急展開部隊が編成されている海軍コマンド部隊の艦隊訓練の様子詳細は記号作成を参照ありがとうございます。